このフードコートで、ライブをさせていただくのは私も初めてなんですけれども、この1個下の、キッズリパブリックさんでは何度か、イベントをさせていただいたりとかしていて、すごくね、こう綺麗な、店内にですね、感動したのをすごく覚えていて、今日ここのフロアには初めて来たんですけれども、すごく賑わっていて、なんか、いいなと、思って、しかもね、こんなカーネル・サンダースさんの前で歌えることなんてなかなかないと思うので、すごく守られている感じがね、しまして、幸せに歌わせていただいております。もう数曲歌わせていただくので、どうぞお楽しみにしてください。次は、バラードの曲をお届けしたいと思います。特化密着型シンガーソングライターとして、特化のいろんなテーマソングを書かせていただいております。岡山市立船戸台小学校の、テーマソングをですね、書かせていただきました。そちらを、1曲お届けしたいなと思います。聴いてください。Oh.
校の記念ソングとして作らせていただきました。風に吹かれているところをお届けいたしました。ぐっくり水の曲、また元気な曲をですねお届けしたいんですけれども、東戸塚にある、フィールドが練習拠点となっております、横浜 FC さんの女子サッカーチーム、横浜 FC シーガルズさんというチームがありまして、そちらの応援歌をですねお届けしたいんですが、この曲サビのところで走り出すその先へというですね、すごい疾走感のある曲なので、タオルを、ね、振り回すという振り付けがあるんですけれども、ここはフードコートなのでここはフードコートなので、今日は、タオルは禁止ということでタオル禁止ということで、心の中にね、横浜の風を巻き起こしていただけたらいいなと思います。手配という方は手拍子ね、していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。戸塚のテーマソングアルバムというのをですね、たくさん、リリースさせていただいているんですけれども、その、一番新しい戸塚3というアルバムの中に、収録させていただいております。横浜市女子サッカーチームシーガルズさんの応援歌を聴いてください。ザ・ビート・オブ・シーガルズ。走り出すI'm not afraid to die.
11月11日にですね、隣の戸塚駅から直結で行ける大きな、ホールがあります。戸塚さくらプラザホールというところで、私の、フルバンドのワンマンライブが決定しております。Thank you.
今日は、オーロラシティさんの、19周年イベントということで、このフードコートで、初めてライブをさせていただきます。そしてですね、歌わせていただきます、楽しんでいってください。よろしくお願いします。フードコートで、ね、美味しい、お料理がいっぱいあるので、ぜひ飲みながら食べながらね、聞いていっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。1曲目はですね、私とつかのテーマソングたくさん歌わせていただいているんですけれども、ちょっと爽やかな若い力を、感じていただける曲をお届けしようかなと思います。とつか3というテーマソングアルバムの中から明治学院大学横浜キャンパスがとつかに、あるんですけれども、そちらの
ス、の30周年記念ソングとして、ね、作らせていただきました。虹になれという曲をお届けしました。今聞こえてきた、コーラスはですね、当時の学生がですね、レコーディングにも参加してくださいまして、学生のコーラスと一緒に CD になっている曲でございます。手拍子の最後に、ね、ラララもありがとうございました。をはじめ横浜の、テーマソングたくさん歌わせていただいております。とっても密着型シンガーソングライターのカホです。よろしくお願いします。ありがとうございます。オーラスティさんね、19周年ってすごいですよね。 あと1年で20周年ですから、この記念すべき、ね、イベントに呼んでいただけて、ね、素敵な守り神がいるこのステージで歌わせていただいて嬉しいなと思っております。今日もテーマソングを、ね、たくさんお届けしたいなと思うんですけれども、次の曲は東戸塚の、曲です。反対側なんですけれども、地域活動ホームひかりさん、という場所がありまして、そちらで私は毎年夏祭りにですね、出演させていただいているんですよ。すごく心温まるイベントで、今年はめちゃくちゃ暑かったんですけども、直射日光でだいぶ焼けてしまったんですけど、すごくね、暖かいイベントで毎年楽しみにして、いる場所があります。そこのテーマソングとして、作らせていただいた曲をお届けしようかなと思います。笑顔の光という曲です。よかったらとですね、聴いてみてください。それでは見てください。とても高い薬だったり、
ホームひかりんさんのテーマソングを作らせてくれました。笑顔のひかりという曲を、お届けいたしました。というわけで次の曲もちょっと楽しい曲をお届けしたいなと、思います。そうだそうだ、今日のフリーライブなので撮影全然 OK なんですけれども、アップする際には、ご覧の方もたくさんいるので、気をつけて、アップして、私の 目がつぶってないやつを、選んで子供たちが映ってないのを、当てていただければいいなと思います。で、周りの迷惑にならないように、写真撮影、OK なので、撮っていただければなと思います。はい、よろしくお願いいたします。したいなと思います。皆さん、トップカウクのゆるキャラご存知ですか？そうです、結構ね、知らない人も多いんですよ、実はトップカウクに。トップカウクのゆるキャラ、うなしーという、キャラクターがいますね。ちょっとなんか似てる人がこの後ろになんか白いし、なんかちょっと似てるんですけど、ちょっと違うんですけど、うなしーというね、牛と浜なしを掛け合わせたトップカウクのゆるキャラがいます。歌わせていただいておりますので、今日ここでですね、お届けしたいと思います。フードコートなので、立って踊っていただくというのはちょっと、無理なんですけれども、座ってもできる、ポーズだけぜひね、できる方、やっていただきたいなと思います。ちょっと練習してみたいと思うので、手が空いてる方はね、ぜひ挑戦してみてください。やってみましょう。まず、右手を出して、左手を出して、そうです。そしてうーとちょっと下がってからの、両手を頭の上に置いて右にちょっと倒れます。そうです、これがうなしいポーズです。ありがとうございます。これね、行くまでに今の動きがあります。右手を出して、左手出して、クロスクロス、口の前口の前、うーなーしーと回して、バッチリ
して、2014年に作って、ちょっともう、ね、結構前なんですけれども、結構人気なミュージックビデオになってまして、お世話になっている、ね、方々にちょっとずつ今のやつを踊ってもらって、それをつなぎ合わせて、AKB48 さんの恋するフォーチュンクッキーの PV みたいな感じの、ミュージックビデオがあります。それで YouTube で公開されているので、ぜひお近いから、過去うなしん体操と、ね、検索していただければ、見れますので、ぜひお家で、ね、ご家族で一緒に朝のラジオ体操代わりに、ね、うなしん体操を踊ってくれたらいいなと思いますので、ぜひ覗いてみてください。練習用の、踊りが分かりやすい先生が、ね、踊ってくれてるやつが、あるので、練習もバッチリできると思いますので、ぜひ検索してみてください。そしてですね、このうなしん体操について一つ、ビッグニュースがありまして、2014年のものが、ね、PV であると言ったんですけど、ちょっと古いので、今年2018年、このうなしん体操のミュージックビデオを、リメイクすることになりまして、そのミュージックビデオに出演してくださる方を募集しております。ここでちょっともう宣伝をしてしまいますけれども、この11月11日日曜日にですね、私の10周年の、フルバンドの超豪華、スペシャルスペシャルコンサートが、戸塚桜プラザホールで開催されるんですけれども、この日に、その新しくできたうなしん体操のミュージックビデオの2018年版をですね、大公開、したいなと思っております。なので、ぜひね、可能な方は、顔出し可能な方は、ぜひこのミュージックビデオに出演で参加してほしいなと思っております。時間が設けられますので、ぜひね、お子さんから、大人の方々まで、振るってご参加いただければ、なんかすごい記念に、ね、なるんじゃないかなと思うので、ぜひとも皆さん参加していただけたら嬉しいです。全部踊れなくてもその場でレクチャーします。私もそこでレクチャーして、練習があってからの本番になりますので、全然踊れないから不安いよとかね、全然遠慮しないで、一緒に練習して臨めればいいなと思いますので、ぜひ参加してみてください。詳細は私のブログ、ホームページにも載ってますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。
帰ろう。